がとう整体の平野です。呼吸のと、横隔膜の、ね、動きに対して、勘違いしている人ね、すごく多いと思います。呼吸法をね、しっかりやっている方は、当然ご存知の方がほとんどだと思うんですけども、横隔膜、肋骨の下にね、こうビシッとこうついているこの横隔膜が、呼吸、息を吸った時にですね、膨らむんで、下に実は下がるんですけども、これを上げるイメージですね。こう、胸郭を上げてこう吸うイメージ、そうすると上に上がってしまいます。これは胸式呼吸というんですかね。で、吐くときは、今度は下がるみたいな、こんなイメージがあると思うんです。ある人が多いんですけども、現実的には吸ったときに下がって、で、吐くときは、横隔膜が上がる。で、吐き切るとね。この肺を広げる、閉じるというふうに考えると、横隔膜の正確な動き方でいくと、吸って下がって、吐くときは上がると、この動きを、作ることで、内臓を、ね、こうマッサージしてあげる、これは、呼吸のたんびなんで、1日何回、呼吸するかわからないんだけども、この横隔膜が、ね、正常にこう動く、大きく動くようになればそれだけですね、内臓のマッサージになる。そして僕がいつも言っているこの肋骨がね、こう動く、歩くときに実際にはこの肋骨がこういうふうに触れる、骨盤もこういうふうに触れるんですけども、その歩くことによって内臓がマッサージされる。ですから歩いてマッサージされて、そして呼吸のたんびに横隔膜で内臓をこうマッサージしてあげるというこの2つの内臓マッサージがですね、うまく使えるようになればですね、自然の中で、歩くたんびにマッサージで、呼吸は当然ずっと続くわけだから、そのたんびに内臓をマッサージするというふうになれば、やはりこの横隔膜、肋骨が、やっぱりきれいに動く、柔らかく動く、これが非常に大切なんですけども、今現代人はですね、手の使いすぎ、ですね。で、手からこうガツンときて、鎖骨、肩甲骨、そして肋骨がガチンと、固まってしまっている人ね、非常に、多いです。本当に、怖い時代だなというふうに感じています。ぜひね、肋骨を柔らかく保つために、運動でもいいのかもしれないですけども、ぜひね、ありがとう整体に来てもらえると、ちょっとレベルの違うね、肋骨の動き方がね、身につくと思います。